もっと早く行って声優さんの家族を解放してあげてください。嘘でしょ。待って、整理がつかない。早すぎない？落ちるのが。ちょっと待ってくれ、わかんないって。アニメリアクターの財前です。今回も楽しんでリアクションやっていこうと思います。今回見ていくのは、君のことが大大大大大好きな100人の彼女第10話見ていこうと思います。はい、というわけで始まりました。100回のですね、今回も楽しんでやっていこうと思うわけなんですけれども、今回で第10話ということで、終盤にたがわぬシリアスやってきてるぜ。前回、はかりちゃんを取り戻さないといけないということで、決起したレンタロウファミリーという形ではあるわけなんですけれども、まあ、はかりママからとりあえずはかりちゃんを取り戻そうにも、まあ、何よりも説明が必要なのは5人と付き合っているということをどれだけ正当化していくかっていうところですよね。レンタロウなら許せる、僕は今までの過程を見てるからレンタロウなら5人でも100人でも愛せるという風に思ってはいるものの、まあやっぱり一般的な親目線で見たら5人みたいな、マイケル富岡みたいな感じになっちゃうので、そこら辺の説明ができるかどうか、どうやって力技でねじ伏せるのかどうなのか、どういう展開になるのか全くもって予測はできませんけど、今回楽しんでいきましょう。でもレンタロウなら大丈夫だよね。グッズが発売しています。それでは見ていきましょう。よーい、スタート。さて、バンダイナムコいきますよ。さあ、どうやって説得するかの、まあ、なんか、一人を愛する普通の人よりレンタロウの方がいいのは間違いないとは思うんだけど。はい、はい、はい、はい。ちょっと、金持ちだもんな。ねえ、みんなね、そうだよね。レンタロウファミリー、まあ、武力と知力に関しては問題ない。割とバランスいいパーティー。ああ、ちょっと待って、しずかちゃん。そうね、公民館みたい。しずかちゃん下ろしてあげて。優しい。よく登れたな、しずかちゃん。ああ、かわいいな。ミッションスタート。かわいいよね。男の子らしくて。大好きなほど。大好き。おう。これで合わせていただければいいと思います。大好きがハモればぴったり合ってます。動機が。君のことが大大大大大好きな100人の彼女。まあ割とバランスいいパーティー。パーティーって言っていいのかわかんないけど、レンタロウファミリーはバランスがいいよね。まあこうやって多分、はかり家に乗り込むにも、もう知力もあるし、まあ、科学の力もあるし、愛嬌もあるし、武力もある。いざ、警備員と戦うってなったら、もう本当に、かなねちゃんに任せようと思います。頼む、かなねちゃん。君の武力は力だ。大事。いいな、やっぱりこのオープニング超いいよね。そうか、ゴリラの人も、あ、ここで二人全員回収かな？オープニングは。もう全員分しっかり愛してるからな、レンタロウは。OK、君のことが大大大大大好きな100人の彼女制作委員会です、ごベビー。あー、そうか。ん？何する気？ゴムボール。ああ、窓？あれ？あ！金持ちの家の猫。あら、持ってかれちゃった？かわいい。あははは。さあ、効率的に。あ、やりすぎ。うん、狙われちゃうから。圧力に屈しない。強すぎる、ナノちゃん。やばい。うまい。根っこ。わお。なんて中猫なんだ。あら、優しい。かわいい。そうね。何？チュール？ああ！どうやって入るの？なんとかちっちゃくなれる薬ない？すごい。まあ、成長が戻ってる。うん。確かに。不老不死の。石？静香ちゃんなら通れるかなと思ったりもしちゃったけど、そんなはずがない。割ってる？え？こうやって？え、すごくない？すぐ、精密機械すぎる。超人すぎるって、ナノちゃん。あら。切れてる？あら、爪が。うん。なるほど。ああ、いいね。借りとかじゃない。ファミリーは全員で愛し合ってるんです。え、ライオン？え、ライオン？犬金持ちの家の犬なんだっけあれなんて名前だっけ研修。バカでかい犬。あー、中堅もいるなぁ。情報量が多いってセリフ。あ、静香ちゃんが。やばいやどういうセリフなんだ。うん。静香ちゃん。お？精一杯？何？そういう生贄覚悟決まりすぎてるなんて綺麗な瞳で生贄を選ぶんだ。大丈夫。涙を拭いてくれてるのかい？なんて優しい犬なんだ。うん。ああ。そういう。あ。類まれなる弱さ。さすが静香ちゃんだ。誰にでも守られる。褒めてます。か弱い。守りたくなってしまう。お？無理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 。過激過激。何？なんか、大丈夫？それ、動物に使っていい薬？それ大丈夫？それ、静香ちゃん飲んじゃわない？その言い方が違う。それ飲んだ、ダメだ。もう、これは、でしょうね。ああ、いや、優しく寝てる。もう完全に、あ2階からぼたもち。高いとこから降りてきた。まあ、なんとかうまい子できました。猫来てるけど。え？あ、セコム来てます。やばい、ちょっと待って。え、何？警報システム？お？猫。引っかかり、それはね、なんとか改善した方がいいかもしれない。わお！よく！回避したね。危ないところだった。ゴーグルある？ん？ちょうどよく？すごい！まあ確かに。あ、目薬なのね。もっと早く行って。手紙？でもこれ、どっから来た手紙？送る予定？宛名？宛名？英語。ああ！あ、サンプル送ったんだ。あ、それを開けたのね。これだったんだ。ああ。みんな。そうね。それぞれの力を作ってくれてる。さあ、すごい目になってるけど。無理だ。無理でーす。無理です。厳しすぎるって。上？高くなかった。ああ！どうやって通るの？投げる？目が、サイボーグみたいな目で。うん。うん。強い筋力を持った人間が2人いるかっていうところなんだけど。あ。でも、強い筋力を持った、かなねちゃん。あはははは。すごいねじり方。すごい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 。そうね。すごいな、これ。お互い突っ張りながら上に上がってくろ。頑張れ。これ相当しんどいって。これ。頑張れ、かなでちゃん。横移動すごそうだな。2。相当距離ない？あ、シャンデリアが。おお。これ落ちた時が怖いわ。あら？なんか上がってない？あ、まくり上がって。そうね。ああ、そうか、見えないのか。そうです。そういう材質の服です。さて、頑張れ！頑張れ、かなでちゃん！頑張れ！頑張れ！ 1、2。やばい。かなで、あー、やばい！頑張れ！割とこういう担当になってるの、かなでちゃんだよね。頑張れ！あれ？あ、降りてる？これ逆に。あ、家族案件ですか、これ。とりあえず、声優さんの家族を解放してあげてください。まあ、こういう、なんか、ハマり役すぎるな、本当に。かなでちゃん。言い方、バカスケベ。目が怖いんだけど。まあでも行こう。とりあえず、二人で。まあある種初期面だよね。はかり。本当に箱入り娘なんだな。お！あ！いやー、そこにも！そんなシステムまで。ここまで。レンタロウ云々とかのレベルじゃないよね、これ。やっぱり。え？もう来てる？あ？やばい、魔王が来る！ああ、やばい。あ、そうか、見えてないのか。これやばそうだな。あ、はい。頑張れ。一人だけ言語を喋ってる人がいたんですけど、字の文まで。そうね、ここまで来てくれた。締め出された？ああ、そうか。もう親を巻き込んでしまう。変な動きできないんだよな、視界が塞がってるから。おお、ああ、そうか。すいません。発動してる。そうです。そう。これはもう。そうだな。ん？え？じゃあ、ちょっと、うん。うん。ああ、お父さんってこと？マジか。ああ。あ、そうなんだ。ああ、でも分かる、この。ああ、導かなきゃ。そうか。こうなったわけだね。旦那から娘に代わって。そうか。あ、ええ、ああ。うん。ああ、なるほど。そうか。自分、あ、やっぱり究極そこなんだね。こんな男に盲目になっちゃダメよって。くっつけるべきではないっていう話なのか。これどうする？レンタロウ。あ！泣いてる。なんか黒い涙が落ちてるけど。うん。あ、涙で流れて。あ？え？え？あ？ん？嘘でしょ？え？え？あ、はい、はい。はい。え？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 どういうこと？ちょっと待って。どういうこと？いや、ちょっとね、なんとなく、まさかなと思うわけじゃないですか。視界を塞いでて、あれ？ん？これなんか、って思ったけど、なんだろう、予測が現実を上回ったみたいな状況になってるんだけど、あー、どういう、待って、整理がつかない。ここにお母様が入るってこと？一つの可能性としてあったけど、早すぎない？落ちるのが。そういうルートなのね。え、運命感じちゃった？ちょっと待ってくれ、あかんないって。はい、というわけで見終わったわけなんですけどこれはどうなのかな、大丈夫かなっていうところではあるんですけど、予測はしてた。予測はしてたよ。ぶっちゃけ。はかりさんもしかして、目あったらやばいんじゃないみたいな。なんか、目にギミックを入れてるというか、ね、やっぱり目があって、そうか、見えてないからそうなのかみたいな。ね、あえてこう、ニアミスしてるところとかを見ると、これやるな、みたいなことを思ってたから、覚悟してたんだけど、その中で旦那さんのお話があったりとか、愛の話があったりだとか、ね、娘を産んだ家庭とかもいろいろと含めると、でも、まあ、ないのか。だけど、そうだな、旦那さんが好きだし、まあ、っていう風に思っていたらですよ。もう涙が出て、これで、あれが落ちるんだ、みたいなことを思っていたらですよ。ビビッと、っていう風になって、で、抵抗するのかと思いました、僕は。それで、11話、12話使って、お母様も説得して、お母様も愛しますみたいな展開にしていくのかなと思いきや、落ちるのが早い。ちょっと、それに全てやられたわ。どういうことですか、お母様。あんだけシリアスなお話をしていたのに、いきなり落ちすぎです。僕も、戸惑ってるというか、もう、一気にショートしたよね。みたいな。無料空所されるってこういう気分なのみたいな。もう、パーンだよね。頭が。っていうさ、やばい、でも、とにかく何かしら感想を言わないとみたいな、エンディングで。もう、わけわかんないみたいな。いやー、そういうパートか、みたいな風に思ってたんですけどね。早いね、落ちるのが。お母様大丈夫なの？ていうか、お母様を抱き込んで今更ながらにいいのかっていうところがあるんだよね。はかりちゃんも大概やべえ女の子なんだけど、その上位互換であるお母様がやってきたら、やばい。はかりちゃんにやってるようなことをレンタロウにもやり始めちゃうかもしれない。いや、本当に、これ一筋縄じゃいかない運命みたいな、そういうのもありみたいなところかと思ったら、一番早かったんじゃない？今まで落ちたの、告白までが。早すぎるって。だって、絶対、あれだもん、思ったもん。なんて言うのかなっていう風に思ったら、一言目が、レンタロウちゃん私と付き合ってたからね。どうなってしまっているの？二人は、親子さーっていう風になってる。いやもう、本当にですよ。僕もびっくりしたわ、本当に。なんか、こう、で、上坂すみれさんだからさ、なんかそう、くっころじゃないけどさ、なんか耐えるみたいな、そういう描写があるのかなと思ってたりもしたから、いやもう完全に裏切られた。本当に。いやもう予測はできると思うけど回避できないよ、こんな展開。無理、早すぎるって。いきなり直球ストレート170キロぶん投げられてさ、もうやっぱりドジャース行っちゃうよみたいな、そういう感じになってしまいました、本当に私としましても。いや、これはすごいぞ。いや、よくやるなぁ、なんかこのテーマで本当にすごいね。なんか、緊張と顔をうまく使ってる感じがありますよね。最初こうやってやっぱりギャグ、コメディでね、やっぱり彼女とのこのイチャイチャも含めて緩和しつつ、ね、やっぱり過去の話、お母様の過去の話でシリアス、緊張、ピリッと入れるわけですよね。こう、緊張から緩和で笑いが生まれるけど、緩和から緊張で恐怖が生まれるわけですよね。これでどうなってしまうんだ、これどうするかみたいな。そういう流れにのっとって見ていたら、一気にバチンと緩めてきて、緩めすぎですね、本当に。いきなりですよ。もうそりゃそうなっちゃう。だってお互いこう糸をビーンってこう張ってるんだもん。いきなり離されてビヨンビヨンに緩まされたら、もう僕はもうどうなってしまうのみたいな。もう、すごいな。でもお母様落ちた時可愛かったね。人気ありそう。いや、すごいな。いや、まあ、お母様を抱き込むのが一番手っ取り早いっちゃ早いのかなっても思っていたから、あるのかな、まあ、手段はどうあれね。それがいいことなのかみたいな。娘の、なんか、恋人に恋をするみたいな展開も、あるのかなみたいな。それいいのかみたいな。そういう展開もあるのかと、どうなんだと。想像はしていたけど、リアリティにあまりに欠如してるなっていうような雰囲気。僕の頭の中では。でも、一気に飛び越えてきましたね。想像の向こう側です。はい。これがクリエイトするという頃なんですか？はい。まあ、運命というものは誰にも逆らえないという頃なので、皆さんも、もしかしたら、結婚し、子供が生まれた後、子供が彼氏を連れてくるかもしれません。彼女を連れてくるかもしれません。そしたら、運命感じちゃうかもしれません。頑張って、落ちましょう。はい、というわけで、今回はこんな感じで終わろうと思います。無理、情報をまとめるの無理です。はい、というわけで、まあ、とりあえず今回はこんな感じで終わろうと思います。以上、百カノでした。バイバイ。お母さんも屋上来る？6人目迎え入れ作業、次回、楽しみにしていきましょう。はい。